舞踏音楽、天女と漁夫は、橋本邦彦が作曲した管弦楽のためのバレエ音楽。花柳純の移植で作曲され、1932年10月13日に日比谷公会堂で開かれたあけぼの会の新作発表会において初演された。日本舞踊家のために橋本が作曲した舞踏音楽群の一つにあたり、また、下流のために橋本はこの作品の他にもバレエ音楽、吉田御殿やピアノ独奏のための三枚会などの作品を書いている。阿種源栄良による台本は、羽衣伝説に基づくもので、海岸で漁夫が天女の羽衣を発見した後、それを取り戻そうとする天女による踊り、羽衣を受け取った天女の昇天を描く。音楽には、印象主義風の響きが随所に見られ、片山敏秋は、デュカスやピエルネあたりの流儀と、日本伝統の歌や踊りの雰囲気を出会わせていると評している。初演の直後から、橋本が東京音楽学校の講師に就任した翌年にかけて演奏会用の組曲が編まれた。後年橋本は指揮者として交響曲第1番とともにこの組曲を繰り返し取り上げた。演奏時間は約20分。以下の音楽が切れ目なく奏される。女装黎明漁夫たちの踊り漁夫の独舞漁夫と天女の踊り天女の舞天女の昇天編成はフルート3、オーボエに、クラリネットに、バスクラリネット、ファゴットに、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、打楽器、弦5部。ありがとうございます。